ないしとか思ってた今日だからちょっとおしゃれして今から買いに行こうかなと思って。だから何の色がいいとかみんなに聞いてるんですよ。とにかく黒は着ないでねって言われました。うんうん、黒だとすごいなんか、ね、落ち着いた印象ですけど、ピンクは本当にハマったラブリーな感じ。やっぱりこうあの凛としたって形なので、うん、赤と か, なんか着物とかも似合いそうです。着物着物そうなんだ。着物とかも、10秒前です。よろしくお願いします。はい。はい。時刻は12時を回りました。フィットネスライフスタイリスト、小田川晴美の女性再生工房をお届けします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com。fmginowan では YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しておりますので、そちらもお楽しみください。じゃあここで一曲。お願いします。もしかしたら、なんか30周年のアニバーサリーミックスみたいな。車の中で今日は何しようっていつも考えるでしょ、音楽で。あマッキーか、マッキーいいな、でもな違うの今月はなと思って、あっ、中森明菜だって言って。でも今日のなんかこうちょっと暗い雲の中でも、なんかすごい染みて、そうだよね、ブルーになりすぎるからかっこいい。1984年あたりの、はい、中森明菜、マヤルビガンガンやってる時期ですけど、あ中森明菜さんもですか。いや、私が、はいはいはい、やってる時期の、やっぱりそういう時期に聴く音楽ってやっぱり印象とかあったりするから、こういう曲でこう踊ったり踊るのがエアロビーはしないけど、あのやっぱりこう全然違うじゃないですか、うんうん、もうその時期ってもう実家家から出てるから、うん、もう遊びに行ってるんですけど、うん、でもほらね、なんかどっかでから流れてるじゃないですか、そういう音楽、確かに、なんかそういうテレビとかつけたら、音楽を知るっていう時代でしたもんね。そう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 、今はもうこういう検索で自動で流れてくるのを聞きながら、うん、あこれいいみたいな、そう、ほんね、あこんなのあったんだとかね、うん、結構あったりするから、持って何でもね今もう調べられるじゃないですか。そうですね、うん、すごいよ。だから私なんか専門店して言われるんですけど、みんなの方がもっとあの調べて勉強してる人が多いから、うん、ただ経験値ってなると、うんうん、こういうふうな経験をしてますみたいな形で、経験した中での話はもうすぐそこはあのできますけど、うん、でもこういう調べ物、本当に普通に調べるものってみんなの方が分かってたりとかするのも多いんじゃないかなとは思うんですよ、うん、だから私なんかも調べるって言ったらネットから調べたりするので、それに経験値を一緒にして話をしていく、の仕方もこれから変わっていきそうですよね。うん、そうね。なんかでもすごい、私も今自分の今の年になってやっと年下の世代の人たちと関わることが増えてきた。うん、なんかすごい刺激になりますね。なんか5個とか
違うだけでこんぐらい違う、こういう感覚が違うんだ、どんどん今まではもう上の人たちの2人だったんですけど、出会いはジェネレーション、そうだよ、気がつけば早いって感じよね。早いですね、本当に。こんなにもう大人っていうか、どんどん重ねて落ちるの。CM 行きますよ、はい。だからさ、これでいいのかなとかいろいろ思うじゃん、うんうん、だからやっぱりこう年上の人たちとのね、交流ももちろん必要だし、うん、話を聞くっていうところ、はい、うん、ね、なんかなるべくいろんな世代の人たちとそう話ができる自分でいたいなっていうのは、そうだね、確かにそれは、なんか凝り固まっちゃうのも嫌だし、自分が経験したことだけになるとなっちゃうよね、どうしてもやっぱりこう、うん、なるなる、特に専門でガーッてやってる人、うん、まずやっぱそこのところになってくるから、もう少しこう、ね、うん、広く浅くってやる、そうなんです、浅く深くなるところ深く、ところはやっぱりこう自分がこれと思ったものはね、うん、みんなにこう突き詰めていく、そうですね、していくのが一番、うん、でもそういうのがないんですよっていう、やっぱり30後半の方もいますよ。だから私があれこれっていろいろやることを、うん、トレーニングのお客さんですけど、ね、羨ましいみたいな、こういうの本当にやることもない、はいはい、分からない、うーん、だから今一応こうちゃんとしたあの、まあ、公務員ですけど、うんうん、安定してそれを、うん、まあ、してたらいいのかなって、ただ典型的な公務員で、あ、もうそのままでいいっていう人、うん、でもなんかこういう風なやってる人に羨ましいなとか、はいはい、うん、ああ確かに、モデルも次いいですね、はい、この CM が、10秒前です、はい、こんにちは、雨です、すごい雨、すごい雨ですね今日も最近ずっと雨ですね、はい、なんかね晴れたかなと思ってちょっと外出てまたバッて降るじゃないですか、うん、うん、私ジムと自分のサロンがちょっと、はい、あの距離があるって言ってもどのぐらいかな、うん、100メートルもない、50メートル歩いていける、そうそう歩いていける、はい、で晴れてるしと思って傘持たずに行ったら土砂降り帰る時にね2回ほどそれになりました、うわ、うん、やばいなと思って、ね、でタオルをガーッて かけてかぶって、はい、結構濡れてるんですけど、うん、傘持って行けよみたいな感じ、うん、もうすぐそこだからって思うじゃないですか、あ、だからそれが沖縄の人なのかな、ね、みたいな、うん、傘持たずにって、うん、前もちょっと話はしたと思うんですけどね、うん、傘を持たずにっていうのはね、いやいや、でももうだからね、あのもう持つようにしました、もう学習折りたたみとかですか、いや、もうあの折りたたみは持ってない、うん、持ってないですね、まあ、折りたたみ持ってても結構風で飛ばされやすいんですよね、うん、折りたたみが、そうそう、なんかね、うん、折りたたみはちょっとなんかちょっとに苦手じゃないけどちょっとなんか、うん、弱そうな感じがするなんとなく弱そうな感じがするでもなんか一番すごいビニール傘、うん、あの大きいやつ、うんうん、あれがあの上等と思ってる、ね、私は、うん、安心で、うん、車にもね、あの自分のお気に入りの傘はオレンジの傘、うん、あるんですよ、いいですね、はい、だけどなんかカバーがついてるやつちゃんと、おー、うん、すごい、そう、それかあるんですけど、あるんですね、うん、もうなんかそのまま置いてある、使ってない、私なんかそういう可愛い傘とか買うと絶対どっかに置いてきちゃうんですよ、うんうん、だからすごい可愛い傘欲しいと思っても、うん、ちょっと一応、まあ、ビニール傘にしておこうかなってなる、うん、そうね、そうなんであるのにさせよとか思うんですけど、うん、なんだろうな、日傘は兼用なんですけど、はい、でも日傘でもなかなか日傘もあのそうね、もうちっちゃいちょこっとしたものしか
はい、あの結構値段してたから、うんうん、オレンジのね、はい、もうオレンジ好きで買ったんですけど、うん、もう何年になるかな、うん、もうずっと使ってないんです。使ってない、カビてないよね、ちょっと見てみよう使ってあげてくださいそうだね、はい、いやいやいや本当、いやこの飴、あのでもなんか結構な、うん、体ちっこい、なんか、うん、あの大きい傘が欲しいなって思ってて、うん、思ってますね、そこは、ね、うん、大きい方がやっぱ風吹いた時もちっちゃいと、うん、もう濡れちゃいますから、ね、そうそうそう、そう濡れちゃうね、カバンも濡れちゃうしと思って、うん、はいはい、で皆さんもこの雨どんな感じで今日過ごしてるのかなとか思いますよ ね、 うん、うん、ね、さっきちょっとはるみさんにも話したんですけど、うんうん、やっぱりもう毎週ね、この湿度の話とか、はい、で体への影響とか話してますけど、うん、本当に私の周りのお友達も、まあ、偏頭痛だったりその蓄膿症とか、この梅雨で何飲んだりしても治らないって言って、はいはい、いう声が聞こえるので、はいはい、みんなこう結構ダイレクトに感じてるのかなっていうのもありつつ、うん、やっぱつかの間の晴れた時はみんなすごい喜んで、うん、太陽みたいになってそうだよね、うん、太陽は本当に恵みの水じゃないけど、ね、水もあれだけどもう太陽が今はあの嬉しいよね、嬉しいですね、うん、と思います。そうだからね、あの私もほら、今、エアロビもやってるじゃないですか、はい、夜毎週水曜日の、そう水曜日のね、はい、そのネーブルカデナの方で8時からやってるんですけど、うん、最初はね皆さんわーってやってるの、だんだんね梅雨がこう雨がもうガーってなった時に、うん、みんなしんどくなって来なくなってくるんですよ、うんうんうん、そう、それその時こそ汗を流して発散、はい、もう流していく、うん、うん、行かないと水分、まあ、代謝っていうかもうあの湿気もあるからもう体も湿気を浴びますよって前も話したように、うんうん、であとは皮膚疾患とか皮膚の疾患とか、うんうん、あと今みたいに鼻炎だったりとか、うんうん、蓄膿だったりとかそういうのがもう治りにくくなるんですよね、うん、そうもうジュクジュクするっていうか、はい、だからもうあのカラッとさせたいけど周りもジメッとしてるし、うん、だからもうもう体 もうすごい重たくなってるはずなんでしょ。そうですよね、うん、もう動くのが一番、動いて汗をかく、うんうんうん、だから一番、まあ、サウナに行く方もいらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱりそのこう動かす心拍数を上げてしまう、うん、動かすの方がやっぱ健康的に代謝をうそうですね、良くするみたいな、 その方が私はもうそういうのではおすすめ、うん、そうだからあのもうねエアロビも本当にこの解禁症を上げたい方が何名かいて、はい、うん、やっぱりこう汗を流したらやっぱ来る前はすごくちょっとなんかああと思うけど、でもこのエアロビだけはなんかもうワクワクして楽しみって言ってくれるんで、はい、めっちゃ私は嬉しいんですけど、うん、で、まあ、あの人数が少ないと細かいところまで指導が入っていくんで、はい、少ない方がいいみたいな、丁寧に手取り足取り、そうそう教えてもらえるんです。なんかでもすごいなんかあのマットフラワーでね、はい、腹筋やったりして終わった時へーとか言ってあーもう痛いとかなんかみんな喜んで痛いって言ってるそういう感じでわー効いてるよみたいな感じしてますね。毎回ねやっぱりこう下半身のトレーニングっていうか、はい、エアロビはするんですけど、うんうん、まあまあ有酸素系はするんですけど、ヒップとかあと腕、うんうん、やっぱり今からね T シャツだったりとかタンクトップになる季節にもう入るじゃないですか。今でももう、うん、あの着たいなと思ってる方いると思うんですけど、うん、でもなかなかねそこまで腕を出せないよとか、うんうん、そこを腕をね集中的に今絞りに入ってるんですよね。うん、その中でもだからもうみんなあもう腕が上がらないとか、うん、すごい、なかなかそこを動かさないとこを動かしていくかな、うんうん、みんなうわきついって、うん、腕をやろうと思ったらあの 肩が上がるからなんか僧帽筋っていうこの筋肉が緊張してまた肩凝るんですよ、はい、なんか下ろして下ろしてって言いながら肩下ろしてって言ってその動きでちょっと全然違ってくるので、はい、だからまあそういう話をちょっとしながら、うん、あ早くもうなんかかっこいいタンクトップ着たいみたいな形をみんなイメージしながらガーってやってるんですよね。うん、まあ、すごい、うん、いいですね。でもこの次の季節を待ち望みながら準備する梅雨みたいな、うん、そうだからもう終わった後はすごいみんな生き生きして帰っていくので、うん、もうすごいなんか、うん、まあ、ケイパスさんのオーナー
さ、愛さんも、はい、あ、みんないい笑顔ねみたいな感じ言ってくれるから、うん、まあそこはそこで、あ、よかったとか思って、私ももう楽しいし、うん、そうだからそういうふうな体を作るっていうところの方もやっぱりもう目的があって皆さんこういう運動とかをされてると思うので、うんうん、がね、あの今日のテーマ、いつもねこの運動の話、はい、今 ARB からこうしてますけど、あの毎回運動、はい、何の話今日はしますとかってね、うんうん、テーマは何ですかとかって言われて、まあ、聞かれるじゃないですか、はい、しょうちゃんね、はい、でやっぱりこう何を話しようと思って、もういっぱいいろんな話をしたいなと思うんですけど、うん、でも今現在起きていることとか周りにいる方とか、あ、そういえばこういう方結構いるなとか、はい、っていうのをちょっと拾い上げて、今日はあの、まあ、運動をね、うんうん、でやっぱりこういう目的を持って体を作るとか、うんうん、何かをやるっていうのはあるじゃないですか、はい、もちろんダラダラやるっていうのよりは目的持った方がいいって、うん、いろんな形でいろんな方がそういうふうなお話をされるので、それはもうしっかり、はい、皆さん分かっていることだと思うの で、うんうん、で私のところにもやっぱりそういう目的を持ってこうしたいんです、でこうなりたいんですっていうふうに来るんですよ、うん、やっぱりこうやっぱり痩せたいってちょっと来る、じゃあどういうのでやっていきますか、カウンセリング入ったらそこになるじゃないですか、はい、でそういうふうにして、じゃあでと結局健康的にここをこうしてああしてっていう形でいって、またデザインに入っていったりとかするんですね、はい、うんうん、デザインの方に入って、デザインコースっていうのがあるんですが、入っていくと食事の面だったりとかいろいろそういうのでチェックができる、はい、その後に自分が、何でもそうですけど自分を知ること大事ってあるじゃないですか、はい、まず自分の今作られてる体は食事で作られてるから、うん、そういうの見直す、で運動もどこがやらなくちゃいけないんだなっていうのも分かると、じゃ あのこれをやっていきますね、じゃあこのまあ、一応3ヶ月、うん、でいついつっていうのでやっぱり決めるじゃないですか、はい、あの決めるっていうか計画、うんうん、そこに向けてやっていくわけでしょ、うん、そうするとそれまでにここがゴールじゃないよと、うんうん、ここまで来たらまた次のステップがあるよねっていうところのはやりながらまあ話をしていくんですけど、うん、まあ、そこの中でやっぱりこう心の持ち方、うん、一人でやるとどうしても挫折しちゃうんじゃないですか、うん、最初はいいよ、ね、3日続いたら続けられるっていう方もいますけど、うん、3日3週間3ヶ月とか、うん、だから3日でもう、あ、もうしんどくなるからもういいやみたいな、うんうん、になっちゃって、だからこう一緒に誰かがやれる人っていうのが一番いいっていう、こう目標を持ったら、うん、だからその中でやっぱどうしても女性の皆さん、私はもう女性専用でやってるので、はい、女性の皆さんが陥るのはやっぱりこう生理痛とか、うんうん、生理前っていうところのこう心の葛藤っていうか、の食事との、うん、あとだから気持ちとの、食事だけじゃなくての葛藤ですね、うん、落ち込むしイライラするし、だからそういう部分ではあの本当にこうそういうまあ、ホルモン乱れてくるんで、そこに支配されないような自分を持つ、うん、まあ、やっぱり流されていっちゃうんですよね、自分もそうだった、うん、自分もその渦が来ちゃうと、うん、もうその渦中にバンって入っちゃって、うん、気づいた時にはもうなんかはーってなっちゃう、そう本当そうなんですよもうだからね、なんかな、なんだろうな、そう言われてもさみたいな、あ、よく言われるね、うん、そう、私もそういうの、その当事者だったら分かってるんだけどさみたいな、うんうん、もうってやっぱりちょっとぶち切れるわけですよ、はい、自分にぶち切れるし、うん、もうなんで分かってくれないのみたいなところもあるじゃないですか、うんうん、相手にも、うんうん、なんでよって、でも結局何するにも自分なわけでしょ、うんうん、自分がどうしたいかっていうところで本当にそういうのでコントロールしてきて、生理後のにすっきりしてくるわけだから、うん、それを楽しみにまたっていうふうに言ったらいいねっていうと話はするんですけどね、うんうん、だからなんか、あ、まあ皆さんいろんなことをネットで調べて、うん、いろいろ、あ、これやってみよう、あれやってみようとかいろいろやってると思うんですけど、はい、やっぱそういうところの方の経験をしている中で、やっぱこう私は自分でこうすごいあのストレス、こう生理前とかそういうのではあの、まあ、こういうお仕事をしているから、
お腹が痛いとかもうブルーであっても仕事をしないといけないから、はい、それは皆さんに助けられてるんですよ、うん、そういうの部分は、うん、でもそういうの一人でこう閉じこもるんじゃなくてやっぱ体はやっぱり動かした方がいいような気がします、その時、うんうん、で、まあ、すごい激痛だったら前も話したようにちょっともうお薬でもダメだったらもう病院に行くとかっていう形を、うん、もう本当にそこは一日休めば大丈夫だからって言ってそのままほっといたりとか、うん、あったりする場合もあるので、とにかく分かんない、中のこと分かんないから、うんうん、そこ一回そういうきつかったらもう病院に行った方がいいよっていう話はするんですけど、うんうん、ただ今みたいな明るいこうイライラだったりぐらいだったら自分でコントロールできるものであれば、うん、そこはそういうのに支配されずに自分で、うんうん、支配するじゃないけど、はい、コントロールができるはずなの で、うん、事前にそれも準備しっていうかもう来るっていうのが分かってるところで、うんうんうん、そこを踏まえて目標設定というかプランができたらいいんですかね。そうですね、うん、そこもねやっぱり不順になってくるっていうのとかも、うん、やっぱりこの前も話したように前もう10年前その前からの食事が今のこういうふうになってるっていうのがあるから、うんうん、だからそこのところは今から変えていきましょうよっていうところ、不順だからもう仕方ないよもね、薬ピル飲まなきゃとかいろんな薬飲まなきゃ、うん、あった薬をねあるけど、薬って言っときゃいいけどもあと体に、ね、負担がかかってくるから、うん、そこのところはなるべく薬をと飲まない方向で改善できるように自分にコントロールできるのが一番、うんうん、だと思うから、そうですね、うん、即効性を求めずにすぐじゃなくて、うん、薬はすぐにちょっと何時間したら効くじゃないですか、うんうん、でまあ、30分ぐらいしたら効いたりするので、でそのそういうのを求めるんじゃなくて本当にこう3ヶ月その時間をね、うん、本当に決めて時間っていうかかけてコントロールするのが一番、うんうん、もう健康的な、うん、かなって、うんうん、やっぱり皆さんそういうのではうん分かってる、はるみさん分かってる分かってるってあると思うんですけど、うん、そこはやっぱり切実に思いますね、うんうん、だからまた今やましてやこう今のこの時期に、はい、もう本当にこう湿気があってジメジメしてもう憂鬱な上にまた生理痛とかそういうので憂鬱になってるから、うん、もういろんなものに当たりたいよね、うーんガーってもう当たってしまう、うんうん、もう誰とも話したくないとか、うん、もう目なんかももうこう寝込めちゃってたりとか釣り上がってたりとかっていうのもあるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、私はそういうふうな本当に誰にも会いたくないのを無理して会ってっては言わないですけど、はい、家でストレッチ、うん、股関節周りをストレッチはした方がいいと思います。うん、うん、なるほど、そうここの部分をもっとドヨンとしてるのでそう停滞っていうか、うん、ドワンってしてるからストレッチをしてあげてください。だいぶ変わります、そこは。うん、一人でもこう誰とも会いたくないんだったら1日ぐらいは、うんうん、2日ぐらいはそういうところで、でもストレッチって毎日はやってた方が一番いいんですけど、はい、その時こそやっぱりこう十分にそういうのをこうケアするような感じがストレッチ で、うんうんうん、でやっぱり開脚はしたくないと思うけど開脚する、うん、うん、で股関節周りをすごくこう伸ばしてあげるのは、うんうん、私はいいと思います。そこはテレビ見ながらとかもできますもん、うん、そう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 、はい、うん、だからそういうそうすると腰のだるさだったりとか、うん、もうなんか変な感じだなっていうのも改善できたっていうのを何名もそういう方が、うんうん、いますので、うん、やっぱり私のところでももう生理痛できつくてもうストレッチなんかできませんって言ってたのがもうとにかくまずやってみようって言って、うん、私が、まあ、パートナーストレッチ、まあ、そういうのやるんですけど、はい、一緒にやっていったらすごく楽になった。うん、足なんか広げたくないのに、うん、まあ、こういうふうにやっぱりストレッチいいからこう開脚して、はい、前に倒すよとかってあるじゃないですか、うん、前屈したりとか、でそういうふうなのを腰回りを中心にやっていくと、うん、すごく楽になった、あ本当にいいんですねとかって言ってて、うんうん、まずやること、うん、やって、そうですね、うん、だからそういうところでまず一回試して見てもいいんじゃないかって思います。体ってすごい繊細で精妙だから、うん、ちょっとここが伸びたら本当に楽になったとか、そうそうそう、薬飲まなくても解決することってありますか、ね、うん、あるあるある、うん、そうだから一番ね、この間もエアロビーのね最後の方にこうストレッチ頭グーッと引っ張ったんですよ、うん、はい、頭って重たいじゃないですか、うんうん、
で重たい上に首がストレートネックになってるからゾーンってやって肩が凝るんですよまた、うん、皆さんでそういうところの頭をグッと引っ張るとスッと抜けていくんですよね、はい、あの親指を頭蓋骨後ろのねして耳をこう挟んで上にグッと持ち上げるんですけど、うん、あ気持ちよさそうですね、うん、で私がグーッと上げるから、はい、簡単に人の体私は壊れないと思ってるん で、うん、でこの引っ張っただけでは大丈夫なんですね、はい、でグーッと上げてすくふーって下ろしたらもう抜けていく感じが分かるから、もうこれだけやってちょうだいみたいなところがある。うん、皆さんそうすると目がシャキーンとしてわすごい、うんうん、あの視界があの晴れたっていうか、うわすごいって、うん、この間のエアロビのお客さんはへーってびっくりしてましたけど、うんうん、でもなんか前整体の先生にも、うん、頭の頭皮とか筋肉とかちゃんとマッサージとかほぐしてたら全身整うよって言われたことがあって、うん、結構この頭にいろいろ詰まっ体の全部つながってるから詰まってるんだなって、うん、そうだから肩こりがこの胸鎖乳突筋っていうところが凝ってたりとかすると肩凝ってる人とか、うんはいはい、するからやっぱりここがあの結構ほぐしていくと肩も良くなるよとかっていう話をして、うん、やっぱりこう痛いんですよね。普通にこう引っ張ると肩凝ってる人は特にそういうふうなのをやっぱり聞くと、あ首ここから全部つながっていってますねっていうのが分かるじゃないですか、うん、そこら辺でもやっぱりこう今あの、ね、大会に目指したあの選手が何名か私のところ来て、はい、あのポージングをあの規定ポーズがあるので練習するんですけど、うん、もうトレーニングでガチガチやってるからポーズ あの柔らかなポーズができないんですよ、うん、あのよく YouTube とか見たことありますか？ないですね、あのビキニとかそういう大会とかを、はい、あの見てると、はい、こう本当にしなやかな歩きとか手の指先までとかつま先までっていうのを全部に意識持っていかなくちゃいけないです、うんうん、これも女性の場合はすごいこうあのしなやかに優雅にっていうのがあるんですけど男性の場合も力強くっていうのもあってでもかっこよくっていうのがメンズフィジークっていうのがあるんですけど、うんはい、そこもやっぱりポージング、うんうん、癖が出ないようにっていうのをその人かっこいいと思っててもジャッジ側からすると違うになってくる、うん、マイナス点に減点になっちゃうんですよね、はい、そこのところをやっぱりこうチェックしていかないとやっぱりこう教えてもらわないとっていうか、うん、だからそこで何名か来てやってるんですけどもう自分でイメージでやってるんだけどいやこれは綺麗な形には見えないからこうしてああしてってなってる、うん、そうするともう頭を上に引っ張って肩に力抜いてって全てにもうマッスルコントロールしないといけない、うん、なるほど、うん、そう、それだけでもすごいやっぱり筋肉痛しますよ皆さん、うん、それを取っていくっていうことです、うん、癖をちょっと直すだけでも筋肉使うみたいな、うん、あの癖をポーズを取ることはあのこの規定ポーズね、はい、大会に規定ポーズを取ることはやっぱり筋肉力入ってるんですよ、うん、見せるところはダラーンっては できないの で、どこをどういうふうにして見せるかっていうところをしていくと、うん、あ大きく見えて V シェイプができて、うんうん、でまあこういい審査員からいい印象が与えるようなポーズの取り方っていう自分自身がかっこいいポーズの取り方ではないんですよ。審査員がいいって思うようなポーズを取って上位にいけるような、うん、あーポーズを習得しないといけない、うん、だからそのための訓練ですよね練習、はいうんうん、そこに筋肉に意識をさせなくちゃいけないのでそこの練習がーってさせるんですけど普通のトレーニングよりみんなきついって言いますよ、うんうん、そうなんですね。そこに一歩にだからこうあとは歪みだったりとかもあるしそこら辺で全身がやっぱりこう緊張していくのでそういうストレッチは大事になってくる、うん、だから今そういう目標っていうのをあの一般の、まあ、トレーニングにしてねそのあの3ヶ月ですねって今デザインコースにしてても、はい、で今の選手もやっぱりこの大会まで7月の中旬にあるんですけど、はい、そこまでにっていう減量を今やってるわけでしょ、うんうん、間に合いますかね間に合いますかねとかって今言うんですよ1ヶ月ちょっといや間に合うよ間に合わないよっていうのは私はあの大丈夫っても言えないしうん、うん、それ
次第、本人次第っていうところもあるんです。そうそう、やるんだったら間に合わしなさいっていう、もう来なさいですよ、はい、間に合わしてってしかやっぱりきついですけど、うん、決めたんでしょっていうところはやっぱりあの、うん、でもやっぱりそこら辺でのこう心の持ち方、うーん、一人ではやっぱりちょっと難しいところはあの、うん、やっぱり皆さんね、あの私もそうですし、だから皆さんと話しながらとか、うん、家族でとか話しながら、あそうだよねって言ってまたやっていく、うんうん、っていうところの方に自分で修正ができるかっていうのはやっぱり大事じゃないですか、はい、でそういうところの方もやっぱりね、あの気にしながら、うん、あのこのステージ1日の何分かな、5、6分ぐらいじゃないですか、ステージに立つので、はい、予選で終わる方もいれば決勝までしっかり行く人もいれば、で予選ってもう10分15分でもう全て終わるので、はい、この何ヶ月のものが、まあ、そこに全てが集約されて、うん、だからそこのところをもう決めてるから、うん、でその過程でこう今来てるじゃないですか、でやっぱりそこで痩せてもいくし、はい、体が綺麗になっていくから、うんうん、やっぱり一応そこはあの嬉しいけど、本当にその大会出るって言ったら勝ち負けの世界になってくるかな、勝つためにっていうところの、うん、だからもうこの1ヶ月ちょっとでもう落とせますかねとか、もう落とすしかないでしょっていうところの、うん、うん、だから健康的な食事の方法じゃないです、うん、私が言ってるようなのはもうそこはちょっと違ってきますね、うん、大会となると、そう食べるなっては言わないですけど、はい、バランスよくは取っていくんですけど、うんうん、まあ、そこら辺はその人に合わせながらとか、私も経験とか周りからいろいろ話聞いて、あこれいいあれいいとか、うん、もうほとんど今はもうあれこれ食べずにもうこれ一本にして、朝これ昼これ夜これ、うん、5食ぐらいにそうはさせてますね。なるほど、やるようには栄養バランスはちゃんと取れるけど、うん、そうそう、もう本当に最低限の、うん、そう夜を、うん、あ、うん、馬肉がいいかなってやったりとか、胸肉やったらいいかなってやったり、もうこんなのやってる場合じゃないから一本にして、うん、馬肉にするの馬肉だけ夜、もうそこじゃないともう分かりづらいんですよ、うん、何が変化してこういう体が変わったのかって、うん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 、で自分もアドバイスできづらい、はいはい、だからまあそこのとこもあの一定にしてた方が楽だし、一定にした方が分かりやすいし、うん、ところですね、食べるものの量が少ない方が消化も楽って言いますもんね、うん、消化そうそう、でそれであのなんていうの、少なくこう回数を増やしていく、はい、うん、食べたものを次入るって思えば体って使ってくれるじゃないですか、うんうんうん、食べない時間が長いと食べたものをちょっとエネルギーを残しておこうとするもの、うんうんうん、だからそういうので私は あの5食なるほどに分けて、なるべく早い時間にもう6時7時ぐらいに食事終わるとか、その間に、まあ、5回ぐらい食事、うん、私はそういうパターンがすごい自分は合ってるし、うん、そういう話をしていく、でまた違う方法のいろんなやり方があるから、うんうん、でそこでやっぱりこう自分はこれが合うっていうものが決めれば、うんうんうん、いいと思いますけどね、女性とかだとその中でのやっぱ結構ストイックに追い込んでいく中での、うん、こうバイオリズムと の, この兼ね合いとかも、うん、あの組まれこのプログラムっていうか、うん、組まれてたりするんですか？そうですね、うん、もうそこのところをまた組みながらやっていきますね、うん、だからこう今すごい落ち込んでる、やっぱこの時期に来るよなっていうところも考慮しながら話はしていきますけど、うんうん、もう、うん、今一番大変だと思いますね、うん、そこの子は。だからまあ一応こう今湿気がね、さっきも話した帯いる体になってくるんで、だからまたそういう食事の話をまた薬膳からまたそういう話をちょっとまた、はい、後半に音楽の後にちょっとしたいかなって思いますね、はいはい、よろしくお願いします、はいはい、お願いします。来ました、アキナさん。え、アキナさん、アキラ、赤森、アキラ、いっくんだね、聞こえてるんですか、この会話に。そうです、今一応マイク上げてるので、あ、はい、
見てるのかな。だいたい10時ぐらいに起きるのかな。もうゆっくりね、土曜日休みだからね。ねえ、どうですかね。午前中だから。午前中？あ、午前じゃない。ごめんなさい。はいはいはい。今何時？失礼しました。頑張るかも。8月に向けて結構皆さんトレーニング今されてます。あのそうね。8月に向けて。8月？8月28。ハッピーサマーも8月28です、ね。で今兵庫県に出る人たちが7月の16、17でいるんですよ。はい。間もなくです、ね。来月。だからそういう大会がいくつもいっぱいあって。はい。どこに合わせていくかとか、あとなんか沖縄から行くから、もう飛行機が安いところとか、本当はなんか九州とかが良かったんですけど、はい、九州の方でちょっとなんか自分が出たいところがなくて、はい、ちょっとなんか鹿児島とかさ、ちょっと田舎の方になると行くのにお金もすごいかかったりするじゃないですか。だからそういうの考えると中央の方、はい、そういうのレベル高いですけど、福岡までレベル高いんですよ、そういう大会の人。でもそこはもう決めていこう。4名ほどいるんです、うちからは。だからまああとハッピーサマーに関してはあのまたあの今トレーニング、よろしくお願いしてみました。福島県、あ、そうなんだ。福島は雨？どうなんですかね。晴れ？私もちょっと天気予報なんか全然ないから寒いかな。もうどんな、もうまだちょっと肌寒いのかな。いっくんくん、いっくんくんか、いっくんさん。今日は晴れてそうですね。晴れ？福島県。沖縄めっちゃ面白いよね。雨、はい、すごいなんか車のね、そうですね。ザーザー言ってるから。昨日の夜もすごい雨でしたもんね。昨日の夜。あ、そう。もう、わー、朝ってなんかすごくて、すごい雨を感じるしかないって感じ。あ、でもみんなツアーっていうかいろんな大会に出るんですね。一個だけじゃなくて結構出れる大会にはどんどん出る。うーん、一つだけの人もいれば、やっぱね、体をね調整するの難しいんだよ。あれこれ今日28度。快晴いいな。いいですね。いいですね。今日は28度。快晴でもう湿気ないでしょ、いっくん。快晴は羨ましい。いいですね。いやー、湿気が今年でも梅雨明けどうな、早いですかね。ねえ、もうそろそろお願いですね。カビがね、カビがねって思います。本当になんかエアコンずっとかけっぱなしですよ。そうですよね。もうお部屋とかね、そうジメッとしてうわっと思うもんね。やばいです。結構高いね。本当だね、結構高いね。え、もうでも梅雨なんですかね。ね、もう梅雨そろそろそこも入っていくのかな。ね、ジメッとしてるんだ。再生でも、でも雨よりはまだいかどうだろうか。
てるかな。中旬、ああ、もうそろそろそれで質問ね、すぐ6月中旬が梅雨になるでしょう。自分まで。はい。はい。はい、ね、ちょっと皆さん音楽聴いてる間にちょっと、何ですかメッセージ、ツイキャスの方で、はい、ツイキャスちょっと一君とお話をしてました。はい、ね、いわき市の方から応援してくださってて、うん、今日は快晴のようですね、うん、いわき市の方、28度快晴、湿度 88% 全部私なんかが質問したのにお返事 くださってます。で梅雨かなとかって話、もうそろかそろなのかなって話したら、6月中旬が梅雨になる予想です。沖縄とも本当に1ヶ月ぐらい、そうですね、ずれてるですね、うん、沖縄は結構2ヶ月ぐらい梅雨の時期あるんじゃないですか。そうですね、うん、ね、なんか、うん、なんかあの本当に雨が多い今年は、うん、めっちゃ雨がすごい記録的な多さですね、うん、と思います。すごい、だから土砂崩れ、土砂災害どんなんだろう、ね、結構南城市の方とかはね、うんうん、冠水が起きててすごかったよって南城の友達も言ってました。そうか、うちはもう実家はもう南城ですけど、うん、そうですよね、海すぐなので、うんうん、もう流れていくっていうか、あんまりそこに、はいはいはい、溜まってるっていう記憶はないですけど、うん、多分山の方っていうか中の方だと思いますけどね、うん、確かに、うん、まあまあ、あの梅雨も楽しんでいければなと思いますけど。そうなんですよね、長いんでやっぱり楽しめたら一番いいですよね。そう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 ね、ちょっとルンルンに、そのためにはちょっとなんかあの体の、なんかさっきも話したね、うん、梅雨時期に湿気を帯びる体になってるので、湿気を帯びるじゃないですか、はい、だからそういうところを何て言うの、改善していくような食事をとるとか、はい、っていうところの方でちょっと後半話しますねって一応話をしてて、なんかね、薬膳の方ではあの、水分代謝を整えるっていう形で今ちょっと本をね見てるんですけど、中医学では食べたものを消化したり、胃液や唾液、はい、細胞間液などの、体液を体に散布する活動をしている消化機能全般を脾、はい、脾ね、脾と呼びます。火っていうのはあのファイヤーの火ですか、うん、じゃないか、火、火の火、月書いて、はい、あのなんていうんだろう、石火、い、火、い、火、火っていうんですね、い、そう、はい、火と呼びます。火の活動が正常でないと水分代謝がうまく行われず、体内に余分な水分が溜まって湿という邪気になるとされている。だから、うん、火と胃はまあ一緒っていうか、まあ、考えで言ってたらいいかなと。だから胃腸をすごくいたわってもう低下していくので、うん、やっぱり胃腸をこの休ますとか、うん、胃腸を大事にしてくださいねっていうところですね。なるほど。だから、うん、その湿気があって暑いから冷たいものや甘いものとかブラックを食べすぎると火の働き、さっき言った火のね、うん、働きがやっぱりこう弱るので、うん、妨げ、湿邪がたまるっていう形の湿邪、湿の邪気がたまってしまうから、はあ、なるほど、だからあんまり冷たいのは良くないよ、うん、なんか中国、これまあ中医学だって中国じゃないですか、はい、中国の方、まあ、お話を聞くとビールも冷たいのじゃないって聞いたよ、うん、生温かいじゃないけど、そうなんですか、なんかそんな風に聞いた、氷とかも入れないって聞いた。へえ。でやっぱ体のことを考えて、若い人は今わーって飲んでるかもしれないですけど、うん、お年寄りっていうかやっぱり年配、うん、私なんかの世代もやっぱり、うん、そんなにあの冷たいビールじゃないみたいです、うん、それは聞きましたね。なるほど。なんか冷たいビールでわーっと方が楽しい、あれじゃないですか、喉越し、そうそうそうじゃないですかそっちを求めたくなっちゃいます、ね、でも体のこと考えたら、うん、やっぱりこう冷たくしない方がいいという、いいですね。そうなんかね、昔もあのエアロビー、私が20代前半の時もあのやっぱ温かい、体は常温の方が一番いいよっていうところの方は、うん、うん、なんでとかでなんか、まあ、別にそういいって言われたらちょっとやってみようかみたいな、はい、なんか温かいもの
を、もう冷たいものより温かいのを飲むとかっていうのを、もうやってましたね。だから今でも、アイスコーヒー、夏でもホットコーヒーだったりするので、はい、そこはもう習慣化されてる感じにはなってますね。だからまあ一応そういうふうな食事をこう、胃にやっぱりこう代謝、胃が弱ってくるから、質じが溜まって、質が溜まるので、何もしなくても弱まるから、食事はその痛めつけないというか、そうそうそう、ずっとそういう、そうにやっぱりこういいもの、だから体内に湿気が溜まると、むくみや胃もたれ、食欲不振、トイレの回数が少なくなったりとかする。水分、湿気ってのにトイレに回数が少なくなるっていうのもおかしいよね。確かに、だからそれがむくみ、循環はしにくくなってるってことなのかな。だから偏頭痛とかだるいなどの症状が出て、確かに出てるでしょ。そういうのね、友達、だからこういう症状が出たら無理に食べずに胃腸の負担を減らすようにしましょう。だから本当にね、断食っていうか、そこもいいんじゃないですか。ちょっとそこの方は少し負担のかからない食事、お粥だったりとか、スープ系だったりとか、それだけで少し過ごしてみる、そうそう、火を作ったりと、と思いますよ。でそこの中でね、豆系が、むくみを取ってすっきりっていうところで、はい、あって、豆だとどんな種類？ね、ここに書かれてるのはね、インゲンとか、小豆、黒豆、緑豆、エンドウ豆、サヤインゲンって一応先生は出してますけど、これを料理の本なので、これで料理をするような、この間も話したほら、宮國先生の本をちょっと参考にして皆さんにお話はしてるんですけど、でそこでインゲンが湿気を取って胃腸の調子を整えてくれるって、だからインゲンはやっぱりこうまた胃腸を、ね、温めるっていうのもあるので、冷やさないっていうのがね、さっきの、冷たいのを取らない方がいいよっていうのもあって、そういうのはインゲンを使うといいですね。でだからあとは黒豆、利尿作用とか全身のむくみを取るから、黒豆はおやつみたいに食べるのもいいと思います。黒豆いってね、であとだから、小豆はね、湿気を取る、下半身のむくみも取るから、あと利尿作用とか、小豆はそういうところでは利用した方がいいんじゃないですか。小豆茶みたいな感じで飲んでもいいんですかね。そうも工夫して自分が食べれるものとか、飲めるものとか、そういう形でやったらいいでね。でハタムギはね、前から言ってるね、湿気を取るっていうのもあって、リュウマチとかね、イボ取り、イボちょっとピチピチっていうのも、翌日にそういうのではいいみたいですよ。だからそういうふうなのをやっぱり、あとくるみもね、胃を温めてね、尿路結石にいいって、尿道結石か、いいですね。もう一つ一つが薬というか、そうだから役割を持って、それをね、今こう炒めるだけでも違うじゃないですか、今のも。インゲンと、そうですね、くるみと入れて、はい、美味しそう、そうね、美味しそうですよ、すごい。そういうのでは、そういうふうなのをちょっと自分でアレンジしても、お茶にしてもいいですし、そういうのを少しだーって炒めて自分でサラダ、副菜、そういう形で取るのもいいじゃないですか。確かに、ね、あゆむツイキャス来てる、武蔵さんからですね、小田川さん、ミキサーのしほちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょい、こんにちは、しょい、生放送お疲れ様です。これはさっきの火の漢字のことですかね。これ火は石じゃないな、月編の火です、ね、月編の火っていうのが、でも考え方がすごい面白いですね、ちょっと陰陽みたいな感じで、いい状態の時とちょっとなんかこう溜まってる状態の時を表してるっていうことですかね、言葉で。そうですね、本当にこのもう奥が深いので、だから私はちょっと今薬膳師、指導取ったじゃないですか、もうこれからがスタートなので、そこの部分を皆さん、私もそうですけど、分かりやすくどういうふうに話していこうかなとか、薬膳っていうだけでもうすごい、なんかこれからもすごいのを作らないといけないのかなとか思ったりするじゃないですか、そうじゃなくてシンプルにこれがこういうふうな形で聞けいにいいんだよとか、これが腎臓にいいんだよとか、そういう形をちょっと考えていくと、一番は先生もその話してたのは、やっぱり胃と胃を大事にしていくと、全てに、
行き届くっていう風な形を言ってましたね、はい、まあ、今意がやっぱりあの大切に大切してないというか、うん、なんかそこら辺を考えてほしいなみたいな、うん、なんか先生たちはこう臓器の部分を臓器っては言わないですけど、この肝臓の肝だったりとか腎だったりとかっていう部分を考えてその食事を作っていくんですけど、はい、そこに行くまでのまずはいいで消化するじゃないですか、はい、消化っていうかそこに入ってくる一番最初、うんうん、そこミキサー的な感じって言ってました、うん、ミキサー、うん、そこで消化したりそうそうそうで分けていくじゃないですか、うん、だからそこの部分が一番やっぱりこう一番大きいのが入ってくるところを大事にしていかないとっていうところは言ってましたね、うん、だからそういうふうに私もあの受け取っているので、だからまずはここから、うんうん、だから胃に優しいもの、消化にいいもの、で今のこの時期にはこういうのを取った方がいいですよとかっていう部分をやっぱりしてた方がいいかなって思いますよね。あでもその、うん、こういうこう分かりやすくヘビーな、うん、になりやすい時期に、うんうん、自分のこの食卓毎日、うんうん、自分の家で食べれる自分の体を整えるものを、うんうん、何か一品でも二品でもあったら、うん、ちょっと気持ちも変わると思うし、はい、実際に体も、ね、変わるんだろうなって思うと、うんうん、すごくいいなって思いますね。そうですよね、はい、だから、まあ、一応そういうところの方を必ず今言った食材だけじゃなくて、はい、いろいろあるわけですよ。あのこう豆類でこう代謝を良くしていくっていう形と、うんうん、あとまたこれをあのスープにする、うんうん、こう今さっきはインゲンで炒めてとか、うん、こういうくるみとかね、はい、あったりもするけど、またちょっと違うスープで家族で、うん、ってなった時はまたこう体がやっぱりこうあのうーん代謝をこう流しながら体の熱をまあなんかなジメジメしてるし、足もう湿気ってもうちょっとなんか寒いわけじゃないじゃん。はい、そうですね。ね、うん、暑い、どっちかって言ったらなんかもう暑、うん、暑いし湿ってるよねみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、だから体の熱を取るにもいいのもトマトとかもあったりするから、はいはい、トマトもやっぱりそのまま食べるのもいいですけど、こういうスープ系にしたりとか、うんうん、生のトマトは食べれないけどスープにしたら食べれるとかっていう方もなんかいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、だからそういうのもやっぱり、あとイライラを鎮める薬もあるみたい、トマト。あ、そうなんですね、うん、でそれで喉の渇きを潤すっていうのもあるので、そういうものも入れていくといいです。特にイライラがね、このあったりとかする時期、うんうん、なんか生理前とか、うん、そういうのもいいのかもしれないですね、そういうのでは、うん、だからそういう部分をあのネットでねググったら、はい、多分こう胃に優しいというか水分こう胃に胃に優しい食材は何とかって言ったら出てくるはずです。うん、だからまあ今私はあのまああんまりガチガチに考えずに食をこう薬膳として、はい、あの取り入れるのをやっぱり皆さんに進めていきたいなと思うんですね。だからフィットネス運動と薬膳っていうのを今絡めてるので、はい、でそういうのをフィットネスと薬膳でどういうふうに絡めるのっていうふうにして思っている方皆さん多いと思いますよ、はい、でそういうのをあのえっていうのをやっていくんですよ。いいですね、うん、だからそういう部分は、まあ、もちろんこの薬膳の部分であの薬膳って薬って書くじゃないですか、はい、食べ物は薬になってるからやっぱりこう負担がかかってるところの栄養価を考え、まあ、あのこの薬膳の野菜食べるものの栄養価を考えながら負担になっているものを考えて、うん、そこにどういうふうなのを持っていくとか、うんうんうん、そうすると快適に体を動かせるし、うん、内臓も良くなっていくし、うん、そうすると心も良くなっていくし、そうですよね、全部がつながってくるっていうところはあると思うんですね、うん、そこは。確かに。だから運動はねやっぱりこう健康になるために今もあの健康寿命っていうところをどんだけ伸ばすかっていうのを考えていくと薬膳絶対必要です。うん、私はもう思ってますね、うんうんうん、そこのところはまたあの、メルマガ、はい、もうまた今準備中なので。お、そうなんですね。そうやります、やります、そこの方で定期的にはるみさんからメッセージが届く、うん、そうです、そういうのも発信していくので、でまたそういうところ の今準備中です。ハッピーサマーも今度ね、そうですね、8月28日にあの私が主催するハッピーサマーもするんですけど、そのチケットの購入方法、チケットってあれでしょ、大会チケットですよ、はい、見に行くのは無料なので、はい、選手が
出場するためのそうそうそう、はい、チケット、 いっぱいいろんなカテゴリーを作ってるから、はい、まあ一人で作れないのか一緒にねチームで作ってるんですけど、うん、こんなのあんなのって言って無理無理言いながら作ってもらってますけど、はい、でも今そろそろあの今ホームページも一応出してるんですけど、うんうん、ちょっとまたあの若干変えなくちゃいけないことがあるので、はい、まあ、あのちょっと気になる方はホームページチラッと見てください。ハッピーサマー あの HSP ボディコンディショニングアカデミーの方で、はい、ホームページに一応載ってるので、はい、どんな感じのカテゴリーがあるのかな、どんなチケットになってるのかなっていうのを見てください。ちょっとだけまたあの訂正するのがあるのでそれだけはあのご了承くださいという形ですね、はい、だからまた来週もハッピーサマーの話をし、はい、でどんなふうな形で皆さん参加してくださいねみたいな形を、あとカテゴリーがいっぱいあるのでまたその話もちょっとしていきたいかなって思ってます、カテゴリーがあるんですか、ね、あるある、はいはい、そうだからさっき言ったビキニのだけじゃなくて、うん、あのパレオがあったりいろんなのがあるでしょ。男子はあのメンズフィジークという、はいはい、男子より女子の方がカテゴリー多いです。あ、そうなんですね。やっぱりいっぱい出てほしい、はいはい、女子に。だから私は女性専用でやってるから特にだと思うんですけど、もう女子にいっぱいいっぱい出てって思う。うん、みんなみんな一緒に出よう出ようっていうような感じ、うん、はい、はい、でまた来週はまたこういう話をちょっとしていきたいなと思います、はい、ぜひお聞かせください。